赤い花は、告げ吉春が、ガロ1967年10月号に掲載した短編漫画。雄大な自然の風景と、ノスタルジックなおかっぱ頭の少女を通して、独特の序女世界を築き上げた作品である。ネジ式と対局を成す、もう一つの代表作。旅館被災披露ストーリーは、釣り人である、主人公の男性と、山中の小さな売店で店番をしている。 菊池紗世子との出会いから始まる。菊池紗世子は良い釣り場を訪ねる、主人公に同級生の神殿のマッサージを紹介する。作中ではどこの地方のものとも明示されていない方言が用いられている。赤い花とは少女が所長を迎えて大人になることの引誘である。半分大人になりかかった菊池紗世子と彼女にいたずらする傍ら、 物かな恋心を寄せるまだ子供の神殿のマッサージのやりとりが、渓流や森といった自然を背景に繰り広げられ、微妙な恋物語を際立たせる。千葉県泉群大滝の旅館被災披露の当時17から18歳くらいの娘が、同様のおかっぱ頭をした、沼に登場する少女のモデルであると言われ、同時に、菊池さよ子の原型でもないかとの推測もあるが、詳細は不明。また、 舞台もどことも限定できない土地であり、幻想的である。しかし、この作品の大らかさは、告げが白土三平に招待された旅館被災疲労滞在が元になっていると言われ、作者の人生の中でも最も開放感に満ちた時期に描かれた作品の一つである。作中にどこの地方とも特定できないような方言が散りばめられており、 また菊池紗横は韻を踏んだようなセリフをとうとうと喋るが、このセリフ回しも作者の想像力の中から生まれたものであり、福島弁を駆使したモッキリ屋の少女とはまた趣きが異なっている。心地の良いセリフもこの作品の魅力の一つ。セリフで特徴的なのはヒロインの整理を表現する言葉の数々だが、そのうちの腹が突っ張るは作者が 生理中の少女に想像力を張り巡らせて作ったものではなく、被災披露旅館滞在時に靴下が突っ張ると嘆く女性の会話を作者が聞き間違えたエピソードが元になっている。1976年4月に劇画シリーズと題された3本シリーズの1本として、ガロの作品が NHK でドラマ化された。他の2本は、林誠一原作の赤色エレジーと、 タキタ有限作の寺島長期館。このドラマでは、月吉春がモデルと、応募式主人公が、幻想世界と原風景の中に迷い込むストーリーとなっている。演出は、夢の島少女や、四季ユートピアのなど疑似ドキュメンタリータッチのドラマで、評価の高い佐々木翔一郎。出演は、草野大吾沢井桃子、宝章綾子、藤原鎌ほか 草野太鼓演じる主人公の私は杉義春に似ていると当時評判になった。また、往年の名脇役である藤原鎌足が長井勝一をモデルにした出版社の社長役で出演。荒んこと嵐勘十郎が原作には登場しない菊池さよ子の祖父役を演じている。赤い花のほ他、杉の沼、ネ、ね、ジ式、古本と少女、 厳選監主人などのエッセンスを一つのストーリーにまとめた内容となっている。このドラマは現在まで映像ソフト化されていないが、第31回文化庁芸術祭大賞を受賞するなど評価は高く NHK アーカイブスなどで再放送が行われている。1993年に厳選監主人のタイトルで映画化されたオムニバス作品の第2話となった。監督は、 アばしり番外地などで知られる石井照夫。佐野史郎が月吉春をモデルにした主人公を演じた。本作の他に、兄弟である厳選館主人、李さん一家、池袋百天開の4話が収められた。菊池さよ子は、久住 M、神殿のマサジは、小木野淳一が演じた。最後の神殿のマサジが、菊池さよ子を背負って山を降りるシーンで、 斜面いっぱいに咲き乱れる赤い花はティッシュペーパーの増加で再現されたという。1994年2月に東北新社より VHS 版がリリースされた後、2018年6月に DIG レーベルより HD ニューマスター版が発売された。1998年9月にテレビ東京の深夜ドラマ、告げ吉春ワールドの第11話として放映された。 主演は、田辺聖一、ゆうやみや。ありがとうございます。